おはよう。おはようございます。が10分前に起きました。起きました。おもちゃん、ちゃんとアラームで目覚めたのにもうちょっといいやと思って寝てました。そうだよ、あ、そうやん、久しぶり。みんな起きるの大変そう。当たりました。そう、なんかもうみんなも大変だと。やっほー、サイアンコールお願いします。そう、夜配信できないけんね。生まれたてみたいな。生まれたて。そう、生まれました。寝起きですか？めっちゃ寝起きですよ。10分前まで寝てたんで。ラストだ。あれ、あのメール送らなきゃ。うん。何もそうなの久しぶりだ。本当？いい感じ。でもなんかさ、基本さ毎日眠いよ。朝。いつでもね。いつでもこの顔してるんだけど、あの今日はちょっといつもより眠たいかも。その結末はある、あのあれがあれがあるあれがある。朝は弱い、朝めっちゃ弱いタイプだよ。腕痛い。2公演いける、2公演頑張る。もう何時間後にライブ？そう、そう、今いろいろね申し込みがあるんです。時期も話が今です。千秋楽ね。おはよう。今日千秋楽か。ラッキーやん。良くなりました。差し上げました。ありがとう。さっき起きたから後で見るね。え、反射あるけど多分、うん、頑張れる。私が今、うん、いっぱいある。今日スクショって、さあ載せられるのちょっと恥ずかしい。もう髪遠いからセーフ。夜結構髪で、お、いいね。そう、私髪遠いかも。実は今日が最後、もう早っ。9月30日、早っ。やんちゃん、そう、やんちゃんはめっちゃちゃんと起きてた。なんだっけ、でも一週間もない。10月5日くらいに締め切りです。忘れなく、あ、忘れてた。よく寝ぼけすぎて山上部、今日までです。今日まだ
頭が回ってない。でも今日までなの、今日までなの。今日までなの。お願いします。確かに。そのいろいろあるね。頑張りたいです。なんだっけ、お話し会も。もう寝そうじゃん。もう寝そう。もうなんなら寝てた、さっきまで喋りながら。でも申し込みがラストだ。あのやんちゃんがハキハキ喋ってるのが聞いてたら起きた、はぁって、はぁはぁってなった今。ここから夜最近アイドルになる。大丈夫だよ、もう昼にはね頑張ってアイドルさんになるから。いつもこんな感じ。だからね、もう。チキは。昨日反省会長引きすぎて、ほら見つけてくれたから。見たいよ、ありがとう。皆さん大好き。シャワーやん、強い、ね、強い気がする。ももより10、30分ぐらい前に起きてる。顔アップか。あ、待って、もうもちゃん24時間アイドルじゃないのよ。ねえ、今の姿もアイドルって言ってよ。言ってよ、ちゃんと前髪あるじゃん。頑張ってこれは言ったんだからさ。どんなのがいいかとかね、リクエストあったら。一つ考えてるのはあるんですけど、配信何時まで、ね、何時までだっけ。45分あるです。むちゃん絶対アイドルだよ。わかんないけど、アイドルのオフ姿なんかアイドルです。そうだ、オフだよ今。一つはメイドさんにしようかなって思ってます。デイリーチャーツで朝が弱いって何も証明されてない。じゃあ朝が強い人と弱い人の差は何なんだろうね。弱すぎてさ、自分がさ、本当にもう大変。朝が弱いって、もうあとは毎朝頑張ってもう意地でも体を起こして三つ編み。ハロウィン感、あ、確かにハロウィン、時期的にハロウィン。秋冬と冬服系、ベレー帽系。名前にメンバー名ねじ。あー、うん、なんかね、いつもね、そんな感じないの。ポヤホーに電気もらえるってなんだか言ってんのよ。確かに頭が大丈夫だよ、お昼には戻ってるもん。戻ってるもん。私がメッセージに寝るよ。あ、そうだ、もうか、そう頑張って朝ツイートしたんですけど、あの
ちゃんと乗ってるよね。ちょっと寝ぼけてたから。大丈夫だよね。メッセージあるよ。チェキも。あ、乗ってた。よかった。強制的に。頑張ります。文学少女。ああね。よかった。朝ね。いいよね。秋っぽい。あ、そう、肉ね忘れる方結構いらっしゃるよね。それも5日までだった。しかもね、22時59分まで。朝メイクしてないです。寝ぼけもちゃ、寝ぼけだよ。眠いよ。だよ。頭もんないよ。下書きしてからね。うん、そうやで。ちゃんと夜考えて文章組んで、あの下書きっていうか LINE のなんか一人のグループがあってね、それを作ってて、いつもそこにポンって文章を出して、で写真も出して載せただけ。朝考えたら本当にすごいことになっちゃうから、あえてね。いつもはねおはようとかやからいいんだけど、今日は文章だったからちゃんと考えたよ。ドラマが見てありがとう。一人のグループ、そう、LINE の一人グループ、なんか仕事用みたいな名前で作ってるんですけど、動画配信でちょっとあの、なんだろう、気にしなかったらいいんだけど、ちょっとなんか何コメントしにくい、全然朝良くないのじゃんの文章、そう、おはよう、そうなんや。でも今日で最終日だから、ちゃんとそれは言わなきゃ、私はちゃんとみんなに見てもらわなきゃと思って、意外とコメント欄の皆さんも気にせんけんね。うん、いっぱい見てくれてありがとう。今たくさん見てもらえて感謝。結果いつ出るんだろう。3位内、うん、必須ですね。入りたいけど、ちょっと5位だから、まず7位までに入れるかもかなり不安で、ちょっと怖いところではあるし、うん、怖いなって感じ。確かに写真集も私買うとき、確かに結構やっぱみんな僅差なんだなって感じだから、そう頑張らんとね。いろんな名前でできそう。テープメモっていう、私にしか分からない、自分一人の、そういうのあるの？使いやすい？結構入れ替わって、かなり入れ替わってるから、漢字はダメらしい、だから分からないんで、見てくださったらもうかイエーイイエーイってなります。ありがとう。今の時点でももうめちゃくちゃありがとうなんだけどね、本当にもうありがとうなんですけど、やっぱここまで来たらね、形に残したいので、みんなでイエーイってできたら嬉しいなと思います。なかなった、一緒に用意したい、一緒に用意しましょう。感じは
そう、なかなかね延長お願いしますっていうのは難しい、なんかこう言うのが申し訳ないんだけど、申し訳ないんだけど、そう今日は最終日だから、違いますね、もし延長できたらしてくれたら喜びますこんばんは。ダメだ。最後のね、そうだね、今日の今日で最後だね。やっと長かったね。でも早かったな。こんばんはじゃない。私こんばんはって言った？今こんばんはって言っちゃった今。おはようそうだね、もーちゃん初期で乗ってるから、そうなんだよね、初期で乗ってるから早いんだよ。アップかい、ほんとめっちゃ悪い、うん、めちゃだからむくんでるよ。そうだよ、つらいよ、ほんとですか。ネムヤンからのシャキヤンです。入選したら19歳まで、じゃないかな、多分では。これ終わったら準備して。大丈夫だろう。これ終わったら準備するよ。行ってこいよ。本番になったらキビヤン。時間大丈夫。うん。45分なんですね。昨日私腕を回したら誰かのマイクに当たってからさ、ピキヤンになった。一緒にいい夢見てね。本当にやばい、そんなこと言ったのかも。多分夜の痛い、夜の10時ぐらいまで目が覚めないよ。気をつけなきゃ。冒頭の2時からでさみんな耐えなくなるから困るな。私も困るわ、それは。元気玉、なんかこのさ星みたいな、確かに元気、なんかエネルギーもらってるみたい。今ここのなんかキラキラの、この精度まだ分かってないんですけど、あの星みたいな、なんかアニメの、アニメに出てきそう。左手の薬かわいい。ここまだね完全には治ってないぐらいなんだけど、うん、寝て起こして、うん、今日は起こしてもらえる。昨日も右手の薬指だったから、思いなかったかな、なんで怖い話だけ撮ってよそう大丈夫、ちゃんとみんないるよ今日はいるよ。片方がさ、そうなってもさ、両方のようなさみたいなさ、ちょっとなもうさ、今日さ踊りながら目寝てるかもジンクス。逆にすごいねそれは。
申し込みした、ありがとう。チェキの申し込み始まってます。めちゃめちゃおしし目です。違うか、逆に踊りながら寝てるおもちゃん、そう、なかなかすごい寝顔がやばい。でステージで寝らしたらもうなんだ、悪い意味で有名になっちゃう。ダメダメ。睡眠中のプロデュースやさっき。ダメだ。でもめっちゃ千秋楽は楽しみ。それまでお昼までに目をでガンビだけにさせますね。もうか、今日は安全に過ごせることを祈る。それはポーズ。暴れん坊ではありませんよ。そう、もしかしてちゃんとスペイベでパン作る、いい夢だ、いい夢だ。来た、うん。もうか落ちるのには2時間ぐらいかかる。かかりすぎよ。手が長いかもしれん。もしかして。こんなに、でもめっちゃさ、顔もさ、朝なのにさ、みんなさ、なぜかぽよもも人気なんですよ。めっちゃすっぴんでさ、ほぼ喋れてないのになぜかこの朝配信人気。なんでだよ、なんでだよ。面白い。熟睡でいいことやん。悪魔は。なんで。私配信見るの初めて、あんましないからね。結構私の朝は配信はレアだよ。おはももです。おはもも。メイクしてないよ。メイクしてない。可愛い感じけど。すまぬ。ありがとう。すまぬ。しかもリップも。22時以降にそうできるようになって減った。多くが朝苦手だからあんま朝配信しないの。でも今日はどうしても朝配信しないと夜できなかったから頑張って起きた、起こしてもらった、頑張って頑張って、ん起こしてもらった。いや危なかったよ今日。いやいや、今日サーヤいなかったもんか、配信遅れてたかも。うん、めっちゃ寝てたよね。うん、ちょっといがめれんわ。違う、ちゃんとアラームで起きたよ。10分前に。その後もう一回寝ちゃっただけで。そう。今日はね、可愛いアラーム音だった。そうだよ、今日はちゃんと確認して寝たから。そう。他がめっちゃバーバーみたいな。怖いアラームを使ってるのね、起きれないからももが。うん、でも今日はちゃんと可愛い、どんな音か忘れたけど、なんかお星様みたいな、なんかそう癒し系のあのアラーム、うん、ちゃんとしました。今日は山形のお星さん、ありがとう。可愛いやろ。そう、今日は可愛いやろ。え、もういつも起きる、今日は3回ぐらいしか鳴らしてないんだけど、うん、本当は起きる5分前4分前
3分前、うん、2分前で毎回つけんの、あの怖いやつ怖いやつ怖いやつてかもう何回も10回ぐらいアラームつける人なんだけど、うん、あの誰かと同室の時は申し訳なさすぎて、うん、ちょっと減らしてんの。一緒です、びっくりしたの最初初めて聞いたのにわーわーわーって言って何が起きたみたいな本当に初めて聞いたら本当になんかやば危ん、なんか危ないことが起きてるみたいなぐらいの音を鳴らしちゃったから警告音みたいな、そう。そうね。そしたらももちゃんの携帯やったけん。でもそう、ほんと普段はもうめっちゃかけないと受けれないよ。もうびっくりするんだけど、あれぐらいね、迫力がないとね、普段起きれないのよね。でも朝私も同じこと起きてる。うんうん、みたいな。何怒ったの？自分でかけて。自分でかけて毎日。あ、2分前だわ。やばいやか。本読んだ？まだ読んでない。待って待って。いいよ、読んでるだけ。でも私長いよ。じゃあもう一回読むね。13位のどんちゃん、ありがとう。12位のエビ様さん、ありがとう。父のコジさん、ありがとう。今日も一日写真撮るよ。写真リポストしといたら見えるね。ありがとう、撮ってね。ジーのコウスケさん、ありがとう。ジーのドラゴンさん、ありがとう。朝から充実、素敵はなアイドルだよ、2だよ。青ね、待ってるよ。ありがとうございます。8のマピアノピーさん、ありがとう。今日はひどったらずっともちゃん見てるよ。待ってます、ありがとう。花のスッカイチ開幕が大全然全然全然あれ式がない。ありがとう。6位の福ちゃん、ありがとう。今日はヘルトル亀子席から応援してます。お、いっぱい撮ってね、待ってるよ、見つけるね。8の羽根馬さん、ありがとう。何か9のザッキーさん、ありがとう。昨日実はね、来てくれてありがとうね、本当に。今日も、え、今日も見つけたい、ありがとう。3位の高木さん、ありがとう。安定のポエマもありがとう。今日ひどいくん立ちにしてる、待ってるよ、ありがとう。2のゼッタンさん、ありがとう。寝顔撮りたい、よろしく。今日も撮ってね、ありがとう、いつも頑張ってくれて。寝顔になってるかも。一のモーマサさん、ありがとう、ありがとうございました。どうぞん、どうぞどうぞ。犬や猫の赤ちゃんに思える。どんだけ赤ちゃんだもん。大丈夫かな。F 渋谷さん、2学期ありがとう、ありがとう。水岩さん、コッペさん、マイセイさん、おー、やばいかも。行ってくるわ。まだちょっと準備終わってないから、今から頑張るんだ。ホンさん、タマツリさん、モーマルくん、エイちゃん、リュウさん、キチネさん、イナッチさん、ミフネさん、ミズルンさん、モチーちゃん、遅刻せんように。大丈夫、キャンサーヤンがいるから。一人だったら危ないけどね。また寝ていいよ、10時まで目覚めなくなっちゃうから。夜の二度寝して欠席、ちゃんといるから安心してください。ありがとうございます。なので今日はたくさんあるんですけど、まずはツアーファイナルと山田バベブの最終日と話し会ん、なんだっけ、最初の日程のラスト申し込みと、なんだっけ、チキ会
と、お渡し会と、なんかゆる配信はなし、もかもなじあと、あれだ、メール、ああ、メールは忘れたらすみません。なんかさ、最近よく忘れがちというか、ヤマガウェブ見てね。あとなんだっけな、どんぐらい、どんぐらいか、もが好き、もが好き。なんかがって、もが今頭がね、回ってなくてね、言えそうにないな。待ってるよ、お話し会も。ありがとうございます。受付中で、チェキも受付中で、ヤマガウェブは今日までです。おやすみ。おやすみじゃない。行ってきます。うん。